下山事件は、日本が、連合国の占領下にあった1949年7月5日、朝、国鉄総裁、下山定則が出勤途中に失踪、翌7月6日未明に歴史体で発見された事件。事件発生直後からマスコミでは、自殺説、他殺説が入り乱れ、捜査に当たった、警視庁内部でも、捜査1課は自殺、捜査2課は他殺で見解が対立し、 それぞれ独自に捜査が行われたが、公式の捜査結果を発表することなく、捜査本部は解散となり、捜査は打ち切られた。下山事件から約1ヶ月の間に、国鉄に関連した三鷹事件、松川事件が相次いで発生し、3事件を合わせて、国鉄三大ミステリー事件と呼ばれる。1964年7月6日に、殺人事件としての控訴事項が成立し、 未解決事件となった。1949年6月1日に発足した日本国有鉄道の初代総裁に就任したばかりの下山は7月5日朝午前8時20分頃に大田区上池台の自宅を公用車のビューイックで出た。出勤途中、運転手に日本橋の三越に行くよう指示した。三越に到着したものの開店前だったため、一旦、 国鉄本社のある東京駅前に行って、千代田銀行に立ち寄るなど、複雑なルートをたどった後で再度三越に戻った。そして午前9時37分ごろ、公用車から降りた下山は、5分くらいだから待ってくれと、運転手に告げて三越に入り、そのまま消息を絶った。普段、下山は午前9時前には国鉄本社に出勤し、毎朝秘書が玄関で出迎えていた。 失踪当日は、国鉄の人員整理をめぐって緊張した状況にあり、午前9時には、重要な局長会議が予定されていたため、自宅に確認したところ、普段通り公用車で出たとの回答に、国鉄本社内は大騒ぎとなり、警察に連絡、失踪事件として捜査が開始された。翌7月6日午前0時30分過ぎに、足立区綾瀬の国鉄上番線北千住駅、 綾瀬駅間の東部伊勢崎線との立体交サブガード下付近で下山の歴史体が発見された。失踪後、下山らしき人物はまず三越店内の複数の場所、及び地下入り口付近、地下の喫茶店、次に営団地下鉄銀座線の浅草駅電車内で下山に足を踏まれたという乗客に目撃された。三越店内では、3、4人の男に取り囲まれて歩いて行ったとの、 目撃証言もある。午前11時13分頃に地下鉄を利用して三越を訪れた主婦小川貞子は三越地下入り口で3人の男と立ち話をしている下山総裁を目撃している。3人のうちの一人は身長150センチほどの子男、色の浅黒い逆三角形の顔で金縁眼鏡をかけていたと証言している。午後一時四十分過ぎに 歴団地点に近い東部伊勢崎線五反野駅で下車した下山らしき人物は改札係にこの辺に旅館はありますかと尋ねている。その後、午後2時から5時過ぎまで駅員に教えられた同駅にほど近い末広旅館に滞在。午後6時頃から9時近くまでの間、五反野駅から南の歴団地点に至る東部伊勢崎線沿線で 副層生格好が下山によく似た人物の目撃証言が多数得られた。警視庁、捜査一課は、末広旅館での目撃証言により、ストレス等による発作的自殺説に傾いていった。しかし、五反の駅周辺から末広旅館にかけて目撃された人物について、旅館滞在中と、旅館を出て、トンネル届で目撃された18時40分までは、 メガネをかけていたが、夕方にかけての三人の目撃証言では、ネクタイとメガネを外しており、演詞及び乱視でメガネを常にかけていたゲザにしては、不自然である。またゲザは色白で蜂のあざマであるのに対し、目撃された人物は日焼けして、色が浅黒く油切ってより頬骨が出ていて、眉がつり上がっていたとの証言。旅館滞在中にタバコを一本も吸っていないのも、 タバコ好きの下山にしては、おかしいとの指摘がある。また、下山は、東武鉄道の有体乗車証を所持していたが、五丹の駅の改札では駅員に切符を渡しているなど、疑問点が多数指摘され、五丹の周辺で目撃された人物を、下山本人と見るか、替え玉と見るかで意見が錯綜した。下山総裁を引いた機関車、d の古畑本と、 秋谷七郎。捜査本部にて、下山総裁は、東部伊勢崎線ガード下の国鉄上磐線、下り方面線路上で、付近を0時20分頃に通過した下り貨物列車、第869列車により、歴断されたことが、判明。遺体の司法解剖の指揮を取った、東京大学法医学教室主任の古畑種本、教授は、回収された。 下山総裁の遺体に認められた傷に生活反応が認められないことから死後歴断と判定した。また、遺体は損傷が激しく確実な死因の特定には至らなかったものの、遺体及び歴断現場では血液がほとんど確認されず、失血死の可能性が指摘された。加えて、遺体の局部などの特定部位にのみ、内出血などの生活反応を有す傷が認められ、 外頭部分に生前かなりの力が加えられたことが予想され、局部蹴り上げなどの暴行が加えられた可能性も指摘された。一方、現場検証で遺体を検分した東京都観察医務院の安藤島慎之介観察医は、それまでの歴史体の検視経験から、すでに現場検証の段階で自殺と判断していた。遺体の局部などの特定部位に見られたうち出血などの 生活反応を有す傷については、歴史体では頻繁に生じる事象であり、血液反応がわずかなことも、遺体発見時の現場周辺で降った雨に流され、確認できなかったもので、多殺の根拠にはなり得ないと主張した。さらに、慶応義塾大学の中立久平教授が、生体歴断を主張。自殺の根拠となる、生体歴断と見るか、多殺の有力な根拠となる、 死後歴断とするかで、見解は対立した。1949年8月30日には、古畑教授、中立教授、小宮教会の3人の法医学者が衆議院、法務委員会に参考人招致され、国会、法医学会を巻き込んだ大論争となった。法務委員会委員の質問に対し古畑は、解剖失当者、桑島博士は、未だかつて公式には、他殺、 自殺のいずれとも言っていない。死後歴断という解剖所見を述べているだけである。研究は継続中であり、研究結果も知らない者が勝手に推論することは、学者的態度ではないと述べた。朝日新聞記者、矢田君夫と、東大法医学教室による遺体及び遺留品の分析では、下山総裁のワイシャツや下着、靴下に大量に油が付着していたが、一方で、上着や、 革靴内部には付着の痕跡が認められず、油の成分も機関車整備には使用しない、植物性のぬか油であったことや、衣類に4種類の塩基性染料が付着していたこと、足先が乾燥しているにもかかわらず、革靴が列車により歴断されているなど、遺留品や遺体の損傷、汚染状況などに、やたと法医学教室が極めて不自然と判断した事実が浮かび上がっていた。 特に、ぬか油と染料は、下山総裁の監禁、殺害場所を特定する重要な手がかりになる、可能性もあるとして注目された。加えて、連合国軍憲兵司令部、犯罪捜査研究室で、アメリカ軍所属のフォスター軍曹より、歴断地点付近に、わずかな結婚を認めたとの情報を入手。そこで微細結婚を暗闇で発行させ、 目視確認を可能とするルミノール薬を用いた検証を実施した。歴断地点から上り方面の枕木上にわずかな血痕を発見した。その後、警視庁鑑識課を加えた上で改めてルミノール検証が行われ、歴断地点から上り方面の荒川鉄橋までの数百メートルの間の枕木上に断続的に続く多数の血痕を確認した。血痕は 最後に登り、方向の線路へ移り途切れていた。さらにその土手下にあった、ロープ小屋と呼ばれた廃屋の扉や床にも血痕が確認されたため、これらの血痕は下山捜査員の遺体を運搬した経路を示しているのではないかと注目された。しかし、警視庁、捜査一課が釣り糸製造業格打棒という人物を探し出し、 1946年2月から1948年5月まで所有者から借り受け、その間に巻割り中に斧で大怪我をしたため血痕が付着したと言い出した。だがこれを重視した東京地検が本人の血液を取って東大法医教室で血液型を検査したところ血液型は一致しなかった。1949年8月、捜査一課は 下山事件を自殺という形で決着させることとし、捜査報告書の作成を始めていた。しかしこの決定に GHQ から待ったがかかり、自殺説発表は見送られた。他方、他殺説を取る捜査2課は、東京地検、東大裁判科学教室と連携してその後も、植物油や染料の全国捜査を地道に続けていた。これに気づいた捜査1課は、 情報入手のため塚本監視機課長を使って、東大裁判科学教室の秋谷教授を訪ねさせた。その結果、捜査二課が全刑事を動員して、油と染料の捜査を行っていることを知った。この報告を聞いた堀崎捜査一課長は驚愕した。このまま二課の捜査が進むと、一課が決定した自殺説の決着が覆されるだけでなく、捜査本部解散もできなくなる。 非常な危機感を感じた堀崎課長は、田中警視総監、坂本刑事部長を担いで、12月初めに、捜査二課に係長の吉武達夫警部を上野警察署辞席に配転させたのを皮切りに、12月31日には捜査本部を解散。翌昭和25年4月には二課の刑事たちのほとんどを、都内23区の警察署に分散移動させるという、強引な人事を断行させ、 事実上二課の捜査を強制終了させた。1949年12月15日に警視庁下山事件特別捜査本部が作成した内部資料下山国鉄捜査事件捜査報告は1950年1月に文芸春秋と改造史上に掲載された。警視庁記者クラブは事件白書のようなものは記者クラブで 共同発表すべきものとして抗議し、漏洩元を調査して回答せよと要求した。これに対し坂本刑事部長は、あれは正式なものではない、事実関係は調査の上回答するとした。しかしその後も回答はなく、坂本部長はことを左右にして回答を避け続けたため、記者クラブは独自に調査を行い、次のような事実が判明した。 本報告書が完成したのは12月初めで、15日には、ガリバンスリ500枚の冊子20部が完成した。総監や部長クラスには、各一冊ずつ、残った部数が、捜査一家の金庫にしまわれた。捜査本部の看板も数日中に外されることになった。ものの、世間ではまだ殺人事件だと騒いでいた。捜査本部解散の後では、 せっかくの報告書も世に出ぬままになる可能性がある。むしろ世論を自殺に落ち着けるには極秘の報告書を世に出した方がいい。そう考えた男が捜査一家の幹部の中にいた。その男は自分で金庫を開けることのできる地位の人物だった。この男はなかなか頭のいい人物で捜査一家の自殺説を支持している毎日新聞には話を持ち込まず、 全国ネットでニュースを流す共同通信社の山崎記者に渡りをつけた。金庫は開かれ、山崎記者は分厚い報告書を抱えて日部屋の自社に走った。こうして12月17日には共同通信社会部は3000字の活字にまとめて全国各地に流したのである。東京では東京タイムズと朝日が小さく、これを扱ったが、 他市は毎日を含めて目殺した。地方紙でもこの特殊には冷淡で、ほとんどの各紙がニュースにしなかった。ニュースにしないばかりか、地方紙の中には、共同通信は自殺説を指示しているのかと文句をつけるという一幕もあった。どうして各紙ともこのニュースを無視したかというと、東大法医教室ではすでに五単や現場で、総裁の血液型と一致する。 アムック型血液を数箇所で検出しており、ついで同裁判科学教室では、遺品の衣類から、ぬか油や染料が多量に発見され、これらの事実は、自殺ではありえないことを物語っていたからだった。問題の報告書は、ニュースになった時にはもちろん警視庁に返されていたのだが、次に動いたのは、雑誌社だった。参前寺の内容では詳しいことはわからない。 新聞が取り上げないなら自分のところで全文をいただこうという算段である。文芸春秋では12月26日に山崎記者を通じて、また金庫から報告書を持ち出してもらい、400字詰め原稿用紙150枚に要約して昭和25年2月号に発表した。捜査一家の金庫というのは常時開けっぱなしだったと見えて、 山崎記者でなくても報告書は手に入れることができたようである。新顔の改造は文芸春秋がすでに原稿を手に入れたのも知らず別の仲介者の手を借りて同じものを要約した。しかし改造の方は文芸春秋の2倍くらいの枚数にまとめた。仕方なくに3月号に分載することになったわけである。 本報告書は自殺と結論づける内容となっているが、やた君夫や松本清張などは、報告書の内容に矛盾点や事実誤認を指摘している。特にやたは報告書に書かれている目撃証言のうち、昭和39年に生存していた目撃者に直接聞き取りを行い、いくつかの証言に、捜査一課刑事による改ざんや捜索が盛り込まれていることを解明した。 1964年7月6日、殺人事件である場合の控訴事項が成立した。下山事件が起こった1949年は冷戦の初期であり、中国大陸では国境内戦における中国共産党軍の勝利が決定的となり、朝鮮半島でも北緯38度線を境に共産政権と新米政権が一触即発の緊張下で対峙していた。 このような世界情勢の中で日本占領を行うアメリカ軍を中心とした連合国軍は対日政策をそれまでの民主化から反響の取り出に転換した。まずは高インフレにあえぐ経済の立て直しを急ぎ、いわゆるドッジラインに基づく緊縮財政策を実施する。同年6月1日には行政機関職員定員運行を施行し、全公務員で 約28万人、同日発足した国鉄に対しては、約10万人近い空前絶後の人員整理を迫った。同年1月23日に実施された戦後3回目の第24回衆院総選挙では、吉田茂の民主自由党が単独過半数264議席を獲得するも、日本共産党も4議席から35議席へと躍進。 共産党系の産別会議や国鉄労働組合も、その予勢を買って、人員整理に対し頑強な抵抗を示唆、吉田内閣の打倒と、人民政府樹立を公然と叫び、世上は、騒然とした。下山総裁は、人員整理の当事者として、労組との交渉の矢表に立ち、実験前日の7月4日には、3万700人の、 従業員に対して第一次整理通告が行われた。松本清張は日本の黒い霧を発表し、当時日本を占領下に置いていた連合国軍の中心的存在であるアメリカ陸軍大敵調報部隊が事件に関わったと推理した。また、下山事件が時効を迎えると、松本をはじめとする有志が下山事件研究会を発足し、 資料の収集と関係者からの聞き取りを行った。同研究会では連合国軍の関与した他殺の可能性を指摘した。研究会の成果はミスズ書房から資料下山事件として出版されている。大新聞の中では朝日新聞と読売新聞が他殺説を報じた。朝日新聞記者の矢田君夫は1973年に 長年の取材の成果を、暴殺、下山事件に収め、自殺説を否定するとともに、取材の過程で、アメリカ軍内の防御用機関に命じられて、死体を運んだとする人物に行き着いたとして、その人物とのやり取りを記載している。1999年に、週刊朝日市場で、下山事件マイナス50年後の真相が連載。その後、取材を共同で進めていた、 モロナガユ葬ジチョ、夏ナツ、森達也チョ、下山事件、柴田明公チョ、下山事件最後の証言マイナスが相次いで出版。いずれも、元陸軍軍属が設立した組織とアジア産業、関係者による他殺と結論づけている。また下山の友人、知人らは、彼の証文からしてあれほどの首切りを前に自殺すると、 言うのであれば、遺書の一つは残すはずであるとして、他殺説を支持する者が多かった。また下山はかねてよりいずれ運輸省を辞して参院選に出馬したいとの意向を周囲に語っていた。ただ下山は、同じ鉄道官僚出身で議員になった佐藤栄作と違い政治的バックボーンを持たなかったため、議員当選のためには、元国鉄総裁という肩書きが必要だったのでは、 ないかと推測される。そう考えると、当時あれにあれて誰も引き受けてのなかった、国鉄の初代総裁を自ら引き受けたことも理解、できよう。つまり下山は国鉄で9万5千人の大合理解さえ、達成すれば役目は終わり、その後は国鉄を辞して参院選に立候補、元国鉄総裁というネームバリューと、佐藤栄作や民主自由党のバックアップによって当選し、 参議院議員に、という明るい未来が約束されていたはずである。多殺説の主張多殺説で、本事件に関係があるとされる人物、組織、団体等事件発生直後から、毎日新聞は、自殺を主張。同志記者、平正一は取材記録を収めた、生態歴代1964年を出版。大規模な人員整理を進める責任者の立場に置かれたことによる、 初老期鬱霊症による発作的自殺と推理した。1976年には佐藤はじめが自殺説の集大成といえる下山事件全研究を出版。佐藤は松川事件の被告として逮捕、起訴され、14年間の法廷闘争の末に無罪判決を勝ち取った人物であり、下山事件も連合国軍最高司令官総司令部、あるいは 日本政府による陰謀イコール他殺と当初は考え、下山事件研究会の事務を引き受けていた。しかし、調査を進める過程で次第に他殺説に疑問を抱き、発作的自殺説を主張するようになる。他殺の根拠とされた各種の物証に関して、地道な調査に基づいて反論を加えた。冤罪事件の被害者を支援してきた山際映像は、我々、 現在に関わる人間が、一つのリトマス試験紙にしているのが、下山事件なんです。下山事件は他殺だっていう人は私らの仲間では、ないんですとまで言い切っている。自殺説の主張下山国鉄総裁強く非等部、伊勢崎線と JR 常磐線との現在の交差部付近。ありがとうございます。